ら、ランク C、MP よし、賢さよし、ビジュアルよしだね。これ、大洋画もね、ランク C ね、前回作ったから、これでかなりね、あれが増えたわけだ。C ランクの幅が増えたね。ミステリアスか、いら、まあ、あってもいいか。で、最強スキル。水の安らぎ。これやっぱおかしいよな。ぶっちゃけもうラスボスまで持っていけると思うわ。そしてこいつ、ジラフマスター。これあのストーリーのボスで出てきたやつだね。こいつはね、作んなきゃダメよ。武術、あー、まあ、あってもいいか。で、爆発の極意と、電撃の極意の二刀流。まあ、攻撃3、賢さ3だったから、こいつは両刀でいけるね。え、しかもよく見たらこいつかっこいいんだよな。ソルジャーブル。こいつ、なんかわかんねえな。あ、で、このリザードマンはね、俺が MP アップ系を、ひたすら育てて作ったやつだね。やっぱり MP が足りないってことが多すぎるわけ。それをこれで解消するっていう。風の極意、そして MP アップ2。んで、あとはまあ兜割りが欲しいから、ウォーリアー。これでいい。あー、なんか見たことあんな。え？ちょっと待って、ボーンナイトの特性、1から2回行動だって。これ何パーセントの確率で2回行動するんだろう。単純計算50とかなのかな。だとしたらめちゃめちゃ熱いけどな。で、ブレスマスター2体目来たね。ブレスマスター騎士道、いや指導じゃなくて剣術にしてよ。あー難しいなー。いやー、まあ剣術でいいや。で、攻撃力アップ。ちょっとまあブレスマスター頼りだけど、2回行動初めてだからなー、使ってみたい。地の極意。地魔法ってあんま使わねえな。ジバルンバだって最後。すーごいしょぼいのになっちゃったな。ちょっとあれだね。この生きシリーズも、上の段階まで行きたいな。とりあえず、サンドブレス。これは地属性のブレスだね。さあ、ではでは。人間界の C クラス行こうか。まあこれに至っては結構危ういかもしんないな。ただ攻撃呪文が強いからね、こっちはね。この C クラストーナメントに無数の金字塔を打ち立てたあいつが登場。バトル濃度1万パーセント男。なんなんだよ、バトル濃度1万パーセント男って。適当だろ。さあ、ちょっと立派なパーティーになりました。ウドラ実際。対する相手は戦うダンス人形ネイラー。ダンスもバトルもベリーゴーゲッツ。セクシーなやつ来たな。ほーん。まあ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 。それでは第1試合ゴーファイ。てか、あの左から2番目のやつさ、11のボス枠だったのにもうあれなんだな。色違いの雑魚を出たんだな。で、まこれ、ま、一旦全員ガンガン行こうぜ。いいや、63。まあ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 、
いやそれ系ガチやめてほしい。74サンドブリス早速来た。強い命中率減少。ヨナズンバギークロス、オッケー。とりあえずまあゴリ押し。でも正直2ターン目あったらやばいな。 HP が低いこっち。第1試合の勝者はこいつだ。ファイトステージじゃ主役はこいつ。眩しすぎて目がくらんじまうぜ。2回戦の相手はミスターデスマッチ。苛烈なデスアタックを止められるか。あ、ダンビラムジョ、お前かぶってるよ一匹。右のやつは知らないの。それでは続いて第2試合ゴーファイ。これ全員相手が C ランクって考えるとさ、やっぱりちょっと挑むのまだ早い感はあるよな。でこれもゴリ押し。てかもうね、スカルト打つ暇ぶっちゃけなくね。うん、ひどっ。やべ、強え。混乱一匹を持ってくるだろう。え、早いわ、まだ来んの。全体攻撃3回で倒せない。修正ボディ、しかも買収で攻撃力上昇。うわー、まで分かんない、これでまだ分かんないよ。もうなんだこれ、絶対次勝てないじゃん、こんなゴリ押しだけで勝って。じゃあ回戦激アツ上場の上、第2試合の勝者もこの男だ。ドライなタイト、うちに秘めた劇場、やつのバトルボルケーノは噴火寸前。最後の相手は獲物を求めて3000里凶悪腹ペコ暴走戦車ペコリーノ3号。この説明だとあれだけどね、倒した相手の魔物を食うみたいな感じになってくる。大丈夫か。うわー勝てない。勝てない。さあいよいよ最終戦、勝利の女神はどちらのマスターに微笑むのか。それではラスト第3試合ゴーファイ。まあ、L サイズ2匹だからまず全体技のゴリ押しは無理なんだよね。だからウドラーにはスクルトを押してもらう必要がある。はい、強すぎー。やめてーやめてー。命中率下げろ。下がった。お、いいねアルゴングレートには水が弱点と。なんでお前さ、スクルトとかさ、ヒール指令でザバラン打ったの。サポート頼むぜって言うたやろお前。わけわかんねえ。破壊衝動抑えられてないウドラーが。あ、でもなんかワンチャンあるかも。え勝てるんかーい。マジかよ。いやちょっと早い。たまたま勝てたけど早い。なんとなんとなんと、 C クラスを勝ち抜いたのはバトルノード 1万%男。もう合唱、大合唱。バトルノード 1万%男なめんじゃねえ。火力が正義じゃ。バトル中のあなた、魂から輝いてたわ。はい、これは C クラスの優勝商品よ。経験値の書、メタスラ。だいぶファンが増えたんじゃない。でもでも、ファン第1号はあたし。これからも頑張ってね。経験値が少し得られる本。あーなるほど、使うタイプなんだ。まあこれはまだ取っておこう。あ、いや、ザガンギールは死んだよ。おい、中級らしきものが出たぞ。難易度ようやく半分だ。
あれ、あ、これマップ自体変わるんだ。同じ魔界でも。なるほど。キサラナイトが中級で待つって言ってたよな。ベネットさんのこと本当にこのままで良いのですか。人間と争うなんて、私は。来てくれたか。そなたたちを待っていたぞ。私だ、パーシバルだ。以前話した通り、私はこの魔界の王ヘルバトラーを倒したいのだ。あ、王ってことは上級なのかな。どうしてなのですか。ヘルバトラーはあなたの主でしょう。いかにも、ヘルバトラー王は我が主にして恩人。かつての王は愛する民のために国を守る偉大な君主であった。だが長すぎる戦争が王を変えたのだ。悪性になっちゃったんだ。人を信じられず、己に逆らう者には容赦なく処刑を命じるようになった。以前の王に戻ってもらおうと手を尽くしたが、何をしても王の心には届かず。そんなある日、我が軍に親を殺されたイエティの子が仇を討ちにやってきた。たった一人で私に立ち向かってくるあの子を見て、私はハッとしたのだ。こいつが村に居座ったイエティか。あの子はかつての私。故郷を焼かれ、たった一人で戦った私なのだと。私は間違っていた。パーシバルさん。ヘルバトラー王は強大だが弱点はある。それは特別な日の太陽の光だ。この魔界には成功圏の日という太陽の力が最も強くなる一日がある。王はその日が訪れぬよう特別な儀式によって空を暗く覆っているのだ。儀式をしているのは術者ダライラスという魔物。私と共に奴を倒してほしい。オッケー。そう言ってくれると信じていた。あれを見てくれ。儀式はあの要塞の頂上で行われている。そこで合流しよう。なんでこいつらさ、その一番上で合流しようとすんの。普通に1階から一緒に行った方がいいって。あ、いえ、今はあなたを信じています。行きましょう。あととりあえずあのパーシバルさ、うちのチョコタワーと配合してくれ。さあ、中級マップだ。そこそこ良さげなやつがいるかなと思ったけど、初級マップにいたやつらも普通にいるのか。あっ、小さいメダル来た。これでメタルスライムと交換してもらえるぞ。さあくれー。これもちろん特殊配合あるだろうな。簡単に使っちゃいけないぞこいつは。すごいステータスだ。守備力256、素早さ244。メタスラ系といったらこれだよな。で、特性がこれだ。メタルボディ。受けるダメージが3分の1になるが、特技の消費 MP が2倍になる。あと10枚持ってきてくれたら、ポップスターの証と交換しちゃうよ。特上薬草。ここまで来たか。あー、こいつが主だ。なんかで見たな、こいつな。うわ、これが噂の卵ってやつ。おい、これいつ生まれんの。え、もう生まれんの。
あえ、これレアモンスター生まれたら脳汁やばそうなんだけど。あるじゃねえか、またこれなんか演出とかで分かったりすんのかな。このモンスターから強い力を感じ、あ、これ光ってるってことか。え、でもスカイドラゴンだよ、これレアじゃないの。 F ランクかーい。あ、すごい、宝箱が2個ある。守備力アップ1の証、世界樹の守備力アップ1の証、もしかしてあれか、スキルを覚えさせる系のやつ。うわ、そうだ、いらな、骨付き肉、ついに燻製肉の上来たね。あ、これメタルスライムだ、メタルの、すごい、いけるか。え、しかもまだこちらに気づいてないって。メタルスライムは呪文は前作と同じような効かないやつだから、これマジに会心の一撃も出やすいが、反面ミスも多くなる。これでワンチャンワンパンもあるからね。攻撃、攻撃しかない、お願い。いけ、え、あ、出てないわ。ね、お願い、逃げないで、お願い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 、初めてのメタルスライムなの、お願い。あ、これどんくらい会える？ここら辺の敵がだいたい平均まあ900から1000ぐらいの経験値だろってなると5000は硬いんじゃないか。さあさあさあ、6000。え？払い出すよ、その儀式をやめるのだ。なんかしょぼいんだよな、ボスが。裏切り者めが、王に命を助けていただいた恩を忘れたか。こんな豚ゴリラが？お前などもはや同志ではない、ここで死ね。弱そう。いや、こいつに負けたら俺あれだわ、末代までの恥だねこれね。うわ、お前そういう系かよ。闇の息通らない、光の域通らない、サンドブレス通らない、あい、あ、氷が弱点か、全員氷が弱点だ。あー、なるほど、ただ氷のあれは持ってないんだよな、呪文はな。イオナズン、バギクロ、バギクロス激減か、でもしょうがねえな。で、一応まあスクルト巻いとっか。おー入るねー、まあ周りは死ぬだろうな。ルカナン守備力減少、2回行動か。オッケーオッケーオッケー、うん、全然強くねえぞ。ルカになんかもやったりしちゃいたいけど、売春必要ない。お前がルカに覚えてたらいいんだけどな、バギクロス全くダメージ入んないからね。これでもう俺らを倒せる手段がないだろ、ラリホーマー。まあ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 、俺6しか食らわねえぜ。これもう戦うで勝てるな。バースト来た、16ね、ちゃんとお前ここやべ。え、あら、ただうちの裏のこいつらも強えぜ。勝ったと思ったか豚ゴリラ、なめんじゃねえ。インテラ、凍える吹雪、凍える吹雪見ろ、このブレスマ、ダブルブレスマスター体制、サンドブレス。
だからヒーラーがいないっていうか、ね、ほんとにそれやめて。176？ え、3回コードぶち壊れてて笑うわ。強すぎだろ。やばい。え、これバーストいつ終わるわけ。さすがに3ターンぐらいで終わるよね。ちょっと待て、ベギラゴン普通か。ベギラゴン、凍える吹雪、メラゾーマ激減か。そうか、激減か。まあしょうがねえな。じゃあホイミにしとく。全然ダメージ入んねえならな。ジバリーナ次のラウンドに発動するっていうのがさ、この地属性の特性だけどさ、これ強いんか、この次のターンに発動するっていうのは。一旦損してるだけやんって思っちゃうんだよな。で、特約層でチョコタワー回復で倒すか、バースト直って。3体眠り、バカげてる。3体眠り、おーま、え、マジで言ってんのこいつ。これさ、なんかさ、ないの？ないね。マジ？俺こんな豚ゴリラに負けたくねえよ。アモールの水でもベギラゴンしかない。あ、バースト治った。オッケーオッケー。いや、これならいける。よっしゃー、危ねー。え、てかバーストになるとほぼ2分の1のダメージになるね。4000ゲキエチ、やっぱメタルスライムのが多いわ。え、これオーバーリアクションだよね。で、全然お前聞いてなさそうな顔してるやん。おのれ、せめてパーシバルだけでもこの手で。やべ、パーシバルもめっちゃ疲れてる。危ない。え、私をかばって、キュン、あなたに使えます。パーシバル、うわ、死んじゃった。ただお前も強者だった。ブタゴリラという考えは改めなきゃいけない。空が晴れていく。これでヘルバトラーの弱点、成功権の日が訪れるようになるのですね。それはどうかな。身を挺して仲間でもない私を守るとは、今度は私がそなたの命を守ろう。私を仲間にしてくれぬか。配合できるこれ。ありがたき幸せ、このパーシバル、あなたの騎士として良き右腕となりましょう。本当に俺に仕えちゃったよ。ヘルバトラーを倒せばこの地は救われる。私の願いが叶うまであとわずか。もうヘルバトラー様じゃなくなっちゃったし、呼び方が。渡したいものがあります。私は後ほどロザリーヒルへ参りましょう。あー、なるほど。これでこのエリアの魔物も仲間になりやすくなりましたね。じゃあこいつもあれなのか、ドラクエ4ではピサロの手下として出てくるんだ。だから名前がピサロナイトなんだな。帰りましょう。
ロザリーヒル。共に行くぞ。共に行くぞ。ドクロクラゲ、こいつコロシアムにいたやつじゃん。 C ランクだったのか。なんか俺だったよね、 E ランクくらいで出てきたのに。コロシアムで関係ないんだ。 E でも C を出してきたりすることはあるみたいな、そういう系なんだな。いやこいつのビジュアルマジでいいわ。あ、シルバーデビル、お前いいステータスしてんな。シルバーデビルでジラフマスターまだいてほしいんだよな。あいつには、あいつがいるだけでね、うちのバディは輝く。そしてこれ MP アップ3ついだね。で風の極意に、あーもうウォリアーでいいかな。こいつもドラクエ代表的なモンスターだな。闇の極意ドルマドン、これであれじゃない、ついに極意系全部揃ったんじゃん。ベンガル作ってみるか。なぜなら俺はベンガル猫が大好きだから。チョコタワーもね、配合しないと腐っちゃうからな。これであれにする。あ、待って、あーまあ特に関係なしか。ワイルド、うん別にだな。シビルカアップ2捨てるか。なんか結構そらせてたけど必要だなと思う場面が一向に来ない。つか普通に枠が足りない。おはらー、いいニュースを仕入れてきたにゃ。久しぶり。人間界の都エンドールで人間同士が戦う武術大会が開かれるにゃ。これはあなたにとってチャンスだにゃ。なぜにゃら。勇者は強い、すなわちお探しの勇者がそこで見つかる可能性が高いということにゃ。なるほど。こんなすごい情報を持ってくるなんて、あっちはなんて有能なキャットだにゃ。じゃ早速エンドールに行って武術大会に参加してくるといいにゃ。ついにブレスマスター振り終わったぞ。激しい炎の上位互換である灼熱、凍える吹雪の上位互換である輝く息まで来た。あら、いらっしゃい。はい。じゃあ勇者とさ、ピサロ戦うんじゃない。決勝で、決勝で会おう。です、これって何なの。おい、ドン引かれてんじゃん。デスヨシでもやっぱ無理があったか。小さい頃につけられたあだ名、やだ、かっこいい。あちは観客席で応援してるにゃ。はい、受付完了よ。それじゃ頑張ったね。あれなんか王様と王妃みたいなのいるよ。高みから見物ってわけか。これよりエンドール武術大会を開催する。きたきたきた、いよいよ武術大会の始まりだ。あ、お前こっちの仕事も請け負ってるんだ。さあさあ、大会の初戦にはこちらのポーカーフェイスボーイが登場だ。ラビク銀髪、孤高のグランドスレイヤーのオナーリー。対する相手は愛の拳マン参上、
ミスターハーン。俺こいつもあれじゃん、コロシアムに出てたやつじゃん、モンスターズに。それでは第一試合ゴーファイ。なんかモンスター同士で戦ってた二人がさ、急になんかその物理人間同士で戦うのおもろいな。おぉ、はもうカットされていく。来たか。美しい。ふわー、ギガントバレー、異次元級の強さだぜ。見事であった。お主の戦いぶり、わしも興奮したぞ。一人目の決勝進出者はこいつだ。さあ次は誰なの、誰なの、誰なのよ。それじゃあ次の相手が決まるまで控え室で待っててくれ。決勝進出おめでとう。あなたって自分で戦っても強いのね。大スクープにゃ。来たか勇者。サントハイムの国王が地獄の帝王復活の予知夢を見たらしいにゃ。国王は地獄の帝王の復活を国民に話して、サントハイムは今その話で持ちきりにゃ。すごい国王、予言じゃん。もうそんなうにゃにゃ、このままだと人間たちに地獄の帝王を見つけられちゃうにゃ。こうなったからにはサントハイムの奴らをどうにかした方がいいのにゃん。とあの人が罪を犯してしまいました。あ、サントハイムの人をどうにかはした方がいいのにゃんってやっちゃったってことこれ。あの人がサントハイムの罪なき人々、え、マジ？魔物の城テスパレスに連れて行ってしまうなんて。あ、連れて行っただけか、じゃあセーフよ。なんだびっくらこいたわ。あ、パーシバル。約束通りあなたの騎士となるべく参上しました。こちらをお受け取りください。やるじゃん。グー有能だわこいつ。これで新たなエリアに行き、より強力な仲間を得られることでしょう。ランディオル大帝を倒すというあなたの目的に必ずや役立つはずです。この村は見たところ守りが手薄な様子。私がここに残り、ロザリー様をお守りする盾となりましょう。いいやつ仲間になったね。煉獄峠の魔界中級。なんか三兄弟がアーダコーダって言ってたよな、初級のボスが。次男がいんのかな。止まれ、貴様ら何者だ。誰だか知りませんが、一人名を尋ねるならまずは自分から名乗ったらいかがですか。なんかロザリーもトゲが出てきたね。よかろう。我はブラッドフロー。貴様らはドレンガの手の者か。ドレンガ、そんな名前は知りませんが。うん、確かにここらの者とは違うようだが、ならば貴様らは何をしに来たのだ。何、支配者を倒しに来ただと。これは恐れ入った。貴様らの目的は我らと同じということか。同じというと。この地の支配者、炎竜三兄弟の次兄ドレンガは大勢の魔物を犠牲にして何やら儀式をしている。私は奴に対抗する組織のリーダーだ。どうだ、我らと手を組まないか。いいよ。よし、
これで我らは同志だ。ドレンガは煉獄道の中にある炎の神殿で儀式をしている。これで俺らが相手のスパイだったらどうする気なんだこいつは。超先輩野郎になるぞ、リーダーなのに。戦いの準備ができたらこの先の煉獄堂で落ち合おう。こいつの移動方法終わってるだろ。平泳ぎなんだ。誰もが突っ込むんだろうな。ここでなんかほんと中級になると急に世界が変わるな、うん、世界樹の雫、これはアローラの水の上位互換だね。ただ装備が欲しいよな。暑い、マグマの中を歩いてるみたい。いやロザリーさん、マグマの中歩いたら人は溶けてしまうから全然マグマの中ではないよ。来たな、どうしよう。ブラッドフローさん、うー、暑い、余計に暑い。ドレンガが儀式を行っている炎の神殿はこの奥にある。お前の弟子はめちゃめちゃ量産型やん。道を塞いでいたマグマが最近なくなり神殿の中にまで入れるようになったのだ。初級エリアでアルーガがマグマを流していたのはこのためだったんですね。なるほど。どうやらドレンガは儀式で伝説の極炎鳥を呼び出そうとしているらしい。極炎鳥は不死の力を持つという神の鳥だ。悪しき者の手に渡すわけにはいかない。さあ奥へ進もう。私は露払いをする、お前たちは後から来てくれ。てかベレットガチで空気になっちゃったな。ほう、怒りのタトゥー、攻撃力プラス30。いやー、うちは賢さなんだ全員。ちなみにブレス系はあのダメージが固定だからステータスにとらわれないらしいね。だから序盤強えんだな、あんなに。炎の神たる伝説の魔鳥よ、この祈りの場に我ニエを捧ぐ。トレンガ、我らが同胞たちを今すぐ解放せよ。ちょっと待った、おい、次男も同じ姿じゃねえか。まあそれ兄弟だからそうか。ブラッドフロー様、メラメラ来てくださったですね。威勢がいいな小僧だが、勢いだけではどうにもならぬ。さあこいつらを力で奪い返してみろ。面白い、ドレンガー。メラミ、そんな口ほどにもないな。よし、お前に本物の炎を見せてやろう。おお、やるじゃねえか。ブラッドフローさん、そこなる魔族どもも我が炎を所望か。まとめて爆炎の彼方へ葬り去ってやる。来ます。いや、同じボスかい。その不死鳥召喚してくれよ。ステータスだけ違う感じか。輝く息、普通なの。氷が抜群そうに。あ、見てこれ、灼熱無効だって。だから炎効かなかったんだ。あー、これ輝く息でいいな。で、イオナズン激減、
ギガデインは通る。フバーは良さそうだね。ブレスダメージを減らす呪文、フバーは打っとくか。だってどう考えてもさっきブレスだったしね。でさ、ザバランは、あ、弱点だ、いいね。火炎斬り、毒の息、うわ3体毒かよ。あい強い。エフェクトがいいわ。輝く息、ブレスダメージ軽減、多分激しい炎ぐらい打ってくるよね。200、輝く息に負けてない。弱点じゃないとはいえど、やるじゃねえか。ギガデイン、フバーハは重複するのかな。まあバギクロス安定か。で、スクルト巻いとこう。うん、通常攻撃もしてくるもんな。いや、毒も地味に強え。もうガチガチよ。ただベンガル、あ、戦おっしゃったー。クバーで効かねえなー。あ、おたけびか。それ最強技やめて。いや、これもう相手瀕死じゃない？相当強いぞ。で、これもう MP がなくなっちゃったから、ベンガルを交代させて、アックスドラゴンで毒クラゲも、もうあれだから、キツネビ、こういう戦い方もあるよな。第一山か、サンドブレスの方がいいな。でも大したダメージ出ないなこれ絶対な。つうかこの段でも終わると思う、全員攻撃すれば。光の息、激減か。こいつ光は激減か。まあいいや、光の息しかねえ。おいおい、随分悠長じゃねえか。あ、もう77も入れば十分だ。36、毒を重ね分けされたんだ。はい、余裕。所詮は使い回しのボスよ。うのれ、うのれ。やったぞ。これで儀式は。私を倒したことは褒めてやろう。しかしながら、言って遅かったようだな。お、ブラッドフロー様、普通に残酷だな。極炎鳥ルタガルーダ、ここによみがえれり。儀式は完了したのだ。あ、どっか行っちゃった。これで全ての準備は整った。あとは頼みますぞ、兄者。ああ、知らないんかい。今どう考えても死ぬ流れだったけどな。兄者、あとは任せた、バタみたいな。歩いてどっか行っちゃったよ。俺らも逃がすなよ。おへよ。くそ、くそ、なんということだ。しかし、お前たちのおかげでドレンガを倒すことができた。礼を言おう。極炎鳥ルタガルーダは上級エリアへ向かった。炎竜三兄弟の長兄アンドロスが支配する地だ。奴らは極炎鳥の不死の力を悪しきことに使おうとしている。放っておくことはできん。私を仲間にしてくれないか。おお、ありがとう。
必ず力になると誓う。共に戦おう。ちょっとね、ピサロナイトがあまりにも優秀すぎたから、ちょっとあれやな。パーティーに入っていく。しかも C ランクじゃねえかこいつ。おい、こいつのバーニングってスキルさ、煉獄火炎あるよ。灼熱の上だ。やるじゃねえか。国炎長は気がかりですが、これで魔物も仲間になりやすくなりましたね。あ、あら、何かしら。ついにパッド、初めてのパッドのみ、使い道だ。ご主人様、今すぐお話ししたいことが。早く早く、ロザリーヒルで待ってるからね。一体何があったのでしょう。とにかくロザリーヒルに帰りましょう。よー、何にもない。いや、あるぞ。火炎の証か。あ、主いた。キラーパンサーの親戚か。歪んでんな。あ、間違えちゃった。ご主人様かわいい。やめろ、怒ってるでしょうが。さあ、もう一度だ、マシャス。おー、それっぽいな。よし、だいたいいい感じになったね。これで行きましょう。おじちゃん、おじちゃん、助けておくれよ。僕たち道に迷っちゃったの。この村に人が来るなんて、苦労なさったな。宿に案内しましょう。汚いところですが、せめてゆっくりしていってくだされ。
こと疑ってないね。それにしてもいい宿だね。僕疲れたから一休みしたいな。じゃあそれぞれ自由行動ってことで、おやすみなさい。はあ、グッモーニー。思ったよりもぐっすり寝ちゃったよ。さて、どうやって勇者を捕まえようか。なんだか外が騒がしいな。大変だ。とうとう村が魔物どもに見つかった。先手がいたか。魔物たちはすぐそこまで来てる。戦わないと。魔物、一体どういうこと？別に勇者いるから大丈夫やろ。全部倒してくれるだろ、ギガスラッシュあたりで。うわ、強い。なんだこいつ。あれはまさかランディオル大帝の上級暴走ディオロス。に、兄さん。やばいです。隠れないと。見つかったら何をされるかわかりません。この村にソロという名の勇者がいると聞き及んで参った。え、デスヨシダマ言うてるけど。勇者はどこにおる。隠し立てすると長生きできんぞ。どうやら聞く耳持たぬようだ。いいだろう。やれ。皆の者、戦え。こやつらを追い返すのじゃ。え、すごい。ひるんでない。勇者ソロバン、ここだ。お、喋った。ようやく腰抜け勇者のお出ましか。皆の者、やつの首を討ち取れ。討ち取った者には褒美を取らせよ。行っちゃダメだよ、殺されちゃうよ。討ち取ったり。勇者ソロを仕留めました。弱っ。ほう、でかしたぞ。よくぞ勇者を仕留めた。貴様には後で褒美を取らせよう。では皆の者、引き上げだ。まだ勇者の冒険が始まってない段階なのかな。なんでご主人様のふりをしたんだろう。まあ、やつの狙いはわかんないけど、勇者を倒してくれたのはありがたいね。あの勇者は誰かが化けてたって。じゃあ本物の勇者は。ああ、なるほど。ご機嫌うるわしゅう、皆様。いかがです。見たでしょう。これこそが人間の恐ろしさなのです。仲間のためならば己の命を捨てることさえ厭わない。勇者に導かれた人間たちが力を合わせたなら、我ら魔族をも超えてしまうでしょう。さて、あなたならばどうします。ただ指をくわえて見ているのですか、それとも
尻尾をくわえて見ているのかにゃ。ご主人様、待ってください。たくらんどるな。さあ、私も準備をしなくては。なるほど、勘違いされてしまったよと。おかえりなさい。言いつけ通りいい子にしていました。なんですって、人間を滅ぼすだなんて。そんな、あなたはそのために進化の秘宝を使い強大な力を得ると。これここまではドラクエ4と同じ感じなのかな。でドラクエ4だと進化の秘宝を使ってデスピサロンなって勇者で戦うって感じなんでしょ。面白くなってきたねー。